杉浦正し、杉浦正し、杉浦正し、1935年9月17日から2001年11月11日は、愛知県西鴨郡コロモ町、現、豊田市出身のプロ野球選手、当主、宇藤右内コーチ、監督、解説者、評論家、史上最強のアンダースロー、魅惑のアンダースローなどと呼ばれた。正しの名は、 南宋里見八県伝から取られたもの。父、定治は、長男を、人氏、次男を、里氏、三男を、公、四、男を、ただし、いを、吉信と命名した。あ、これも高校時代は、無名の即休当主だったが、立教大学進学後は同期の長島茂を、元屋敷金吾と三人で、立教三馬ガラスと呼ばれた。 一年春から登板があり、もともとオーバースロー投手であったが、大学二年の時にサイドスロー、アンダースローと呼ばれることなどもあるに転校した。杉浦自身は転校の理由をメガネとしている当時のメガネはガラスとセルロイドで重かった。上手投げ時代のホームは上下動が激しかったので、投げるたびにずれて苦労していた。それで頭の位置を一定にさせるためにサイドスローが良いのでは ないかと思い、実際、やってみると見違えるようにコントロールが良くなった、オーバースローで投げていた時の方が、ボールは速かったね。自分で言うのもおかしいが、めちゃくちゃに速かったと思うと語っている。2年春閉幕後の砂押し排斥事件の後、自主練習の期間があり、その時にフォームを変えたもので、砂押し監督時代なら、反対されてできなかったと思うと述べている。 東京六大学リーグ通算36勝、立教 OB ーーとして、最多12敗、防御率1.19、233奪三振、ベストナイン2回。勝利の大半を占める28勝は、フォーム変更後の2年間で挙げたものである。春、周期リーグ連覇に貢献し、秋の総大戦では、森通木月文尾らの強力打線を抑え、ノーヒットノーランを達成した。 同年の全日本大学野球選手権大会でも、決勝で、オキツ・タツオラのいた先代を下し優勝した。卒業後は、日本ビールか、朝日新聞社への入社も考えていたが、2位、南海ホークスへ入団した。入団の際には、当時南海の主力選手で大学の先輩でもある、大沢正義を通じ、長島茂雄と共に少なからぬ額の栄養費を受け取っており、 両者の南海入団は確実視されていた。その後、本意して読売ジャイアンツへ入団した長島と、義理堅く、南海へ入団した杉浦との対比が現在でも、語り草となっている。長島が予想に反して巨人へ入団したことを聞き、心配になって杉浦のもとへ来た、鶴岡、山本一人だが、杉浦は、心配ですか僕がそんな男に見えますかとだけ言って、 笑顔を浮かべたことに、鶴岡は、その静かな口調の底に、僕は一度決めたことを破るような男ではありませんよ、という強い鉄のような心が隠されていた、と、後になって分かったと語っている。入団後は新人ながら、開幕投手を務め、対東映フライヤーズ戦でプロ初勝利を挙げた。鶴岡が試合後に、硬くなったのか、と聞くと、 硬くなりましたと言っていたと言ったように立ち上がりこ、不安定だったが、味方の大量援護に落ち着きを取り戻したものだった。下手から浮き上がる速球と横に大きく曲がるカーブで、相手打者を手玉に取り、この年は二十七勝を挙げて、新人王を獲得、鶴岡を、これで、やっと西鉄を叩くことができると喜ばせた。二年目のは三十八勝四敗、勝率。 九百五という驚異的な成績で難解のリーグ優勝に貢献し、MVP を獲得、日本シリーズ、対読売ジャイアンツ戦では、第一戦から四連投し、四連勝の大活躍で難解を、初の日本一に導き、シーズンに続いて、日本シリーズ MVP を獲得した。試合後に、記者団の問いに、杉浦は、一人になったら、嬉しさがこみ上げてくるでしょうと言ったつもだが、 一人になって泣きたいという言葉が一人歩きしたと自助伝で語っている。同年には54回に3連続無失点のパリーグ記録を樹立しているが、この記録は直前の8月26日から9月9日にかけて43回連続無失点を記録し、9月13日の対西鉄ライオンズ戦で失点、15日の対近鉄パールズ戦で2回に1失点した。 直後の3回から作られたものである。また、同年は、日本プロ野球史上5人目、リーグ分立後は2人目となる投手五冠、王、勝利、防御率、脱三振、完封数、勝率を達成しているが、この記録は現在までに、杉浦の他に、沢村英二、読売ジャーンツ、1937年春、ビクトル・スタルヒン、読売ジャイアンツ、1938年秋、 藤本秀夫、読売ジャイアンツ、九百四十三年、杉下茂、中日ドラゴンズ、九百五十四年、江川拓、読売ジャイアンツ、九百八十一年、斉藤和美、福岡ソフトバンクホークス、二千六年の七名しか達成していない大記録である。しかも、杉浦の五冠は、各部門で二位以下を大きく引き離しての達成であり、スケールの大きさは、 史上最高とも言えるものだった。も31勝を挙げ、シーズン30勝以上を2度以上記録したのも、杉浦以外には、スタルヒン、野口二郎、別所武彦、杉下、稲尾和久、金田翔一、近藤博史だけの大記録を達成した。5月には、通算100勝達成、プロ入りからわずか3年1ヶ月、188試合目での史上最速記録だった。 しかし、伝統による右腕の血行障害、動脈閉塞により、20勝を挙げた直後にチームを、離脱、太ももの血管の移植手術を受け、残りは、リハビリに費やした。2は復帰したが、右腕は元に戻ることはなく、同年、と、それぞれ14勝止まりとなり、こそ20勝したものの、これを最後に2桁勝利を挙げることはなかった。故障から復帰後は、 握力が大きく落ち、わずか50球を投げただけで、腕がカチカチにこわばってしまったという。シーズン終了後、一度現役を引退して、南海の一軍投手コーチに就任するが、の開幕直前に、高知県民で現役に復帰した。高知県民はまでで、復帰後も何度か引退を表明したが、その度に、周囲から移留されたりして、その後5年にわたり、現役を続けた。 先発投手として長いイニングを投げられなくなってからは、主に抑えの切り札として、チームに貢献した。杉浦は、僕が、抑えの切り札としては、パリーグの元祖ですかね。リリーフ成功率は高かったですよ。前の投手が出したランナーを返したことはなかったと思います。セーブ制度があればかなりいったでしょうねと語っている。2、現役引退を決意し、同年12月に正式に表明した。 3月25日に行われた、対読売ジャイアンツ戦、オープン戦、大阪スタジアムが、杉浦の引退試合として行われ、5回終了後、試合の記録に含まれないセレモニーとして杉浦が登板し、巨人は、大学の同窓だった、長島茂雄を打席に送った。試合直前、長島は、記者の質問に、 思いっきり振って三振するよと答えてたが、実際は杉浦が投じた二球目を弾き返した。試合後、杉浦は、向こう、長島も真剣に打ってくれて、妙なことをしてもらうより嬉しかったと述べている。プロでは、完全試合、ノーヒットノーランとは、縁がなかったが、には打たれた安打が一本だけの準完全試合を、達成している。通算187勝を挙げ、 200勝以上が入会基準である名球会には加入できないが、落合博光があの杉浦さんが入れない名球会に意味があるのと疑問を呈したように、日本プロ野球史上屈指の名投手であることに疑問の余地はない。なお、落合は通算2371安打を放っており、野手の入会条件である通算2000安打を満たしているが、入会を辞退している。 現役引退後は毎日放送解説者、スポーツ日本評論家、タイを経て、立教の大先輩、西本幸雄に壊れてからまで、近鉄バファーローズの一軍投資コーチを務めた。鈴木啓事らを指導した。その後は再び毎日放送の野球解説者を、務めた。オフに、古巣、南海の監督に就任。オフに獲得した、加藤英二、巨人を自由契約となり、 西本が仲介して移籍してきたの現役生活の最後を飾る奮闘もあり、枠月初めまで久々の優勝争いを演じた。2、チームは大英に売却され、福岡に移転する。南海としてのホームゲーム最終戦後のセレモニーで、長島くんが引退した時に、読売巨人軍は不滅ですと、こういう言葉を使ったわけですけれども、ホークスは不滅です。ありがとうございました。 福岡に行ってまいります。とのスピーチを残した。引き続き、福岡大英ホークスの初代監督となったが、限りで退任。その後はに、フロント入りし、1994年に退職した。ホークス対団後は、から九州朝日放送、KBC の野球解説者を務め、ふっつの杉浦、鬼の河村で人気を博した。 柔らかい、穏やかな語り口から人気を得たが、柔らかいながらも時には知った激励のコメントを出すこともあった。当時のキャッチコピーはマイクの前のジェントルマン。また後年は球界の紳士とも紹介されていた。1999年に南海の後ろ身である大英が優勝を決めた試合でのラジオ放送では、一人で中すで酒を飲みたいと中継内でコメントした。 2001年よりプロ野球マスターズリーグ大阪ロマンズのヘッドコーチに就任。3試合のみ代理監督を務めた。同年11月11日、大阪ロマンズの遠征先で宿泊していた札幌市内のホテルで急性心筋梗塞のため死去。浄土新宗本願寺派境別院で行われた国別式では大和前に集まったファンが掲げる。 南海ホークス球団機と球団か南海ホークスの歌の合唱で見送られた。杉浦の功績を称え、マスターズリーグの最優秀投手に与えられる杉浦賞に名を冠している。地面ギリギリから浮かび上がるようなストレートと大きな横のカーブが武器であった。カーブは変化が大きく、ストライクと思って空振りした左打者の体に当たることもしばしばだった。野村克也は その著書で、榎のも木八は、外角からの切れ味鋭いカーブに空振りしたのに、球が腹に食い込むように当たったとのエピソードに触れている。杉浦のフォームは、手首を立てたアンダースローといわれる、独特の手首の使い方に特徴があった。オーバースローをそのまま上体を横に倒しただけで、腕は肩より下がることはなく、ボールに独特の回転と切れを与えた。加えて、 天性の関節の柔らかさ、特に股関節が、サイドスロー投方にはまり、流れるようなフォームから威力抜群の速球を生むようとなった。このフォームは、巨人の大友匠の連続写真を新聞記者から、もらい研究した結果、たどり着いたものだという。前世時、杉浦が投げるとき、バックネット裏やベンチにいる者にまで、手首を返す、ピシ、という音が聞こえたという。 野村は、実著の中で、杉浦の類まれなる下半身の強靭さと、筋肉の質の良さについて語っている。野村によると、1960年オフに、サンフランシスコジャイアンツが来日した際に、触れさせてもらったウィリー・メイズの腕の筋肉と、杉浦の腕を触った時の感触がまるで同じで、お前の体は、メイズ並みだなと、ため息が出たという。 杉浦の下半身の強さについては、広瀬義則も、私、広瀬は、南海に入ってから、競争して負けたことはほとんど皆無だった。しかし、杉安、杉浦には任されたことがある。杉安はも早くて、何より、体が柔軟だったと、同様の証言をしている。しかし、後年、シンカーを覚えたことで持ち味を殺してしまったとも言う。告知され、少しでも、 投球数を減らしたかった杉浦は、同い年の技巧派アンダースロー、皆川睦夫が大きく沈むシンカーを武器に、一球で内野ゴロを打たせ、一アウトを取るのを見て、羨ましがったのだという。皆川のようなシンカーを覚えたいと相談された野村は、サイドスローでシンカーを投げようとすると、ボールを離すときに手のひねりを逆回転させなければならず、杉浦の持ち味であるストレートに、 悪影響を及ぼすとして、大反対し、スライダーを進めたが、杉浦は、反対を押し切ったのだという。野村は、もし杉浦が、あの時、沈む球にこだわらなければ、勝ち星は、確実に増えていただろうと説得に折れたことへの、後悔の念を追っている。野村克也は、対戦した中で一番、凄かったのは、稲尾だけど、俺が受けた中では杉浦が最高のピッチャーだ。 右打者の背後からカーブが曲がってくるんやで。背中を通る軌道の球がストライクになってくる。しかもまっすぐは明らかに浮き上がってきた。内角への速いスライダーを右打者に投げさせてみたら面白いようにバットが折れてさ。本当に楽しかったよ。日本プロ野球界で数少ない本格派のエースとサンジを送る一方、星としてバッテリーを組んでいると実に退屈だった。 杉浦の投げように投げさせていれば、まともな打球は飛ばない。保守の出る幕はなかったとも語っている。1954年、1955年に2年連続で最多価値を獲得したホークスの同僚、タクワ元次は、杉安の投球を見たときに、上には上がいたと愕然とした。ピッチングの哲学にしても、ボール一つ無駄にしない。だから私の知る限り、 杉安が敬遠したのを見たことがない。死球を嫌って、いかに最小投球数でアウトを重ねるかを考えた。阪球の山田久志も素晴らしいアンダースローだったが、タイプが違った。杉安は、下から投げるんだが、手首が立って、上から投げる軌道を描く。西鉄線は、杉浦と稲尾和久のエース対決になるわけだが、私がブルペンに行こうと思ったら、親分、鶴岡に、 お前はベンチでじっとしとけと止められた。今日はリリーフはいらんということだろう。それほど信頼されていた。三十八勝した二年目なんていつ負けるんだろうと思って見ていた。もうあんなピッチャーは出てこないと語っている。1959年の日本シリーズでの杉浦について長島修行は地面に沈み込むようなアンダースローの右腕から投げ込まれる速球が 右打者の背中から外角へと走っていく。全く打てませんでしたと実0している。張本伊んは、パリーグの投手のトップさんは、稲尾、杉浦、そして土橋正幸。すごいのは、杉浦さんのカーブ。うちの西恩寺明夫さんは、当たる。と尻餅をついた。それが、ぐぐっと曲がってストライク。これを見た、杉浦さんがくすくす。 釣られて、球審さんまでくすくすかっこ笑い、杉浦さんは、俺のカーブは大きすぎて困ったんだ。もう少し小さく鋭く曲がるやつが欲しいなぁと嘆いて、いましたが、なんという贅沢な嘆きでしょうなどと解雇している。また、アンダースローの投手では、1、杉浦ただし、2、秋山登る、3、山田久志の順で玉の威力がある投手と評している。山田久志は、杉浦のカーブについて、 次のように解雇している。私は杉浦さんの現役時代にかろうじて間に合ってるんです。これは幸運だったですね。杉浦さんのカーブが信じられない曲がり方をするので、カーブについて教えてくださいと頼み込んだことがありました。杉浦さんは心よく、来なさいと大阪スタジアムのロッカーに連れて行ってれた。で、カーブの投げ方を見せてくれたのですが、えぇ、ー、でした。 説明するのは難しいのですが、とにかくあんな投げ方はできっこありません。ただ、肘から上が立ったままなのは、私と同じでした。これでないと、サブマリン投手のボールは速くならんのです。1958年の秋、セントルイス・カージナルスが来日しての、日米新前野球では、カージナルスの14勝2敗という成績であったが、日本の2勝のうちの1勝は、 杉浦が関東勝利9体にしたものであった。三振したカージナルスの4番、スタン・ミュージアルは帰国の際にあの21番をつけたピッチャーが最も印象に残ったとコメントしている。なお、杉浦自身が打者として対戦してみたい投手は自分自身であるという。理由は自分の投げる球がどれほどのものか見てみたいからと語っている。現役時代、 同世代の大投手、稲尾和久とは対戦も多く、ライバルであったが、同時にマウンドマナーなど学ぶところも多く、稲尾の仕草を自分のものとするように努めたという。稲尾との投げ合いになったある試合で、稲尾が投げた後の1回裏に、杉浦がマウンドに行くと、1回表に稲尾が投げたのだから投球の際に踏み込んだ部分は、それなりに掘られているはずなのに、マウンドは綺麗にならされていた。 杉浦は初回だからかな程度に思っていたという。しかし二回裏、三回裏、それ以降も同様に綺麗に鳴らされていて、老人バッグもすぐ手の届く位置に置かれていた。もしや稲尾が鳴らしているのではと感じ、実際にその通りであったため、杉浦は稲尾をすごいピッチャーだと思ったという。杉浦はそれからはすぐ稲尾の真似をしました。しかし僕は、 ピンチの後ではマウンドが荒れていることなどつい忘れてしまうのですが、彼はたったの一度もマウンドが荒れた状態で、僕にマウンドを渡したことはなかったと語っている。1958年の秋、セントルイスカージナルスを迎えての日米新前野球で、中西太と稲尾和久と坂月を傾ける機会があった。坂月を重ねるごとに、杉浦の動きが鋭くなり、 やがて二人を捕まえて、ふとしさん、いなお、ここに座れ、来年は、絶対に勝つからな、と行きまいたという。中西は、大逆転で優勝を逃がした、悔しさが、胸の中にたぎっているような声だったと実感している。なお、杉浦は、途中から、プッツンと記憶が切れてしまった、後から聞いたと述べている。野村克也が、著書の中で頻繁に取り上げているエピソードの一つに、 ある年のオールスター戦でベンチが一緒になった際、野村が稲尾の癖を熱心に研究していることを杉浦が喋ってしまい、杉浦は村の研究熱心さを稲尾に誇るつもりで発言した、稲尾が癖を直して対戦してきたため、新たに研究し直さなければならなくなったというものがある。野村は三人でセリーグの打撃練習を見てたら、杉浦がサイちゃん、稲尾、 野村はよう研究しとるでっていうわけだよ。そうしたら、稲尾の顔色が、パッと変わった。それだけのことなんだけど、オールスターが終わって、稲尾との初対決の時、一級要素を見たれと思って、見逃したら、インコースに来る、はずの球が、外角に。ありゃと思って、稲尾の顔を見たらに、ターッと語っている。なお、 杉浦の実書によると、稲尾と杉浦が投げ合って勝敗に関わった試合は、24勝24敗の5分で、ある。稲尾が持っていて自分にはない長所は、手本として素直に受け入れようという態度で、稲尾に接した杉浦であるが、その一方で、セリーグの華やかな存在に対しては、鉄道鉄備役を言ってやるという反抗精神に、燃えていた。 杉浦の落ち着いたマウンドさばきや静かな語り口は、そのような対抗心から生まれたものだといい、金田正一、村山実、る、藤田元次など、華やかに脚光を浴びるセリーグの投手が派手なアクションをすれば、杉浦は静かに顔をうつむき加減にして、マウンドを降り、彼らが大きな声で喋れば、杉浦は小さな声で静かに語ったという。例えば、杉浦の最大の特徴である、 ゆっくりした、バックスイング、大きな腕の振り、スローモーションのようなフォームは、金田、村山、藤田のキレのいい、素早いモーションに対抗して考え出したことなのです。彼らが、喜怒哀楽をオーバーに表現すればするほど、僕は無表情で、より真摯ぶってやったものです、というものだという。1948年オフ、別所武彦が、南海から巨人に移籍、別所引き抜き事件。 その経緯をなんと汚いんだと思うようになって以来、アンチ巨人になったという。鶴岡と杉浦の関係を何回の控え保守であった鈴木隆雄は誰も入り込めない中、でもベタベタしたところは一切ない、周囲には見えない絆だった。でも、あの二人には見えていたのかもしれないという。杉浦夫人、島子はある時お風呂に入っていて、 右腕が真っ白になった。もう血が通わなくなっていた。私が主人に野球のことで口を出したのはその時が初めてです。どうして監督さんにもう投げられないかもしれませんって言わないのと聞いたら怒鳴られた。バカ野郎。こういう体になっても投げるのがエースなんだ。って付き合っている時から、俺は侍の時代に生まれたかったという人。世のため。 人のためというような人。それくらい、鶴岡さんに惚れ込んでいました。勝ち試合は当たり前で、負けてるゲームに投げるのもエースの仕事だと。絶対に、自分からマウンドを降りるような人じゃなかった。だから毎日投げていたような気がしますと語っている。野村克也によると、悪いが、次行ってくれんかと、連投やピンチの際に、鶴岡から頼まれ、杉浦が打たれると、 キャッチャーだったの村が代わりに叱られることが、しばしばだったという。広瀬義則は、以前、杉やん、杉浦と話していて、親分に褒め言葉、言われたことあるか、と尋ねたことがある。彼、杉浦はしばらく考え込んで、そういえば、全然ないなぁと微笑んだ。無論、私、広瀬もない、多分、それでいいのだ。言葉にしなくても分かり合えるものはある。 人生最大の感激を運んでくれた愛で死であってさえも直接には何も語りかけない。それが親分だったし、親分と杉庵の絆には言葉など不要だったのかもしれないと述べている。また、次のエピソードもよく知られている。1965年の日本シリーズ終了後に影山和夫新監督が就任直後に休止した。鶴岡に再度監督として戻ってきてもらうため。 杉山公平、広瀬義則、野村克也、杉浦らが、鶴岡の自宅に説得に行ったが、酒によって気持ちの高ぶった鶴岡は、何が参観王や、何が本塁打王や、ちゃんちゃらおかしいわい。本当に貢献したのは杉浦だけやと言ったという。若い頃は、野村克也、広瀬義則と三人で夜の街を徘徊し、門限破りなど、いろいろ悪さをしたことから、 鶴岡からは、黒沢明監督の隠し取りでの3悪人をもじって、南海の3悪人と呼ばれたという。南海は当初14を用意していたが、6大学選抜チームでフィリピン遠征をした際につけていた21に変えてもらったという。カウント2ストライク1ボールと追い込み、そこから勝負するのが当主と思っていたことによる。引退試合時愛知の新聞報道では、 永久欠番になると記されていた。正式に球団がこれを定めたかどうかは不明で、1971年には着用者はなかったものの、同年のドラフト会議で1位指名された野崎つねが1972年から使用することになり、欠番扱いは1シーズンのみであった。1960年の秋、優勝争いをするシカゴホワイトソックスから南海に、 杉浦を貸してほしいとの申し入れがあった。残り十数試合のみのレンタルであったが、実現すれば、日本人大リーガー第一号になるところであった。鶴岡監督も、日本野球のためになる。チャンスだから、やって来いと賛成し、パスポートも取り、渡米寸前まで行った。しかし、直前になって、大枚と、優勝争いをしており、優勝の望みが一部でも、ある以上出すわけにはいかない。 との理由で球団からストップがかかり、実現しなかった。当時の六大学では、立教大学と明治大学の野球部のしごきの激しさは群を抜いていた。素直しく二都市監督のスパルタ訓練に悲鳴を上げ、合宿所では上級生の鉄の規律に震え上がり、合宿所を抜け出したことがあるという。野村克也は、お山の大将前とし、 自己中心的な人間の多い投手の中にあって、杉浦氏は全く珍しいタイプの選手だった。一言で言えば彼は常に、紳士的だった、いつも物静かで謙虚であり、控えめにしていた、電話で珍しく、杉浦がツッケンドンな応対をしている時は、相手は決まって、奥さんだったと語っている。ホークス、福岡開店後初優勝翌日のテレビ中継では、 杉浦は副音声での解説を担当。和男性アナウンサー、当時とビールを飲みながら野球を見るというコンセプトで放送したが、杉浦は酒を飲みながら野球を見るのは初めてであり、放送内でなかなかええもんやなと話している。カラオケの十八番は、芝マサルの女であった。冒頭の芝マサルやのセリフ部分を杉浦や。 に変えて歌っていたという。自宅が老朽化し、家族が家の建て替えを提言したとき、杉浦はこの家には愛着がある。嫌なら出て行けばいいだろうと提言を受け入れなかった。後年、KBC 解説者として福岡で解説を行っていた時期も大阪府堺市の自宅から通っていた。なお、この自宅は杉浦の死後の二千十年十二月十五日に、 全焼している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。